改めまして山城地区の皆さんこんばんは、甲府省の樋口でございます。本日はお忙しい中お疲れのところ足元の悪い中、こうしてこのように大勢の皆様方に甲府未来ミーティングに、お越しをいただきまして誠にありがとうございます。コロナ禍でなかなか皆様方のお顔を見ることができなくて、あるいは地域で一緒にさまざまな行動することができなくてですね、つまらなく寂しい思いをしておりましたけれども、本日こうして、このように大勢の山城地区の皆さんにお会いすることができまして、非常に嬉しく思い、また感謝を申し上げ感謝するところでございます。鶴田会長はじめ、地元自治会各種団体の皆様方、そして地域の皆様方におかれましては、弊社より甲府市政の推進に格別のご理解とご協力を賜っておりますこと、この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。同時に、本日の開催にあたりましては、事前の調整や周知等々ですね、多大なお力添えいただきましたことに、重ねて心より御礼を申し上げる次第であります。また山城地区の皆さんには、先日の第57回甲府市消防団員の消防総合大会におきましては、ポンプ車走法及び小型ポンプ走法の2部門におきましてダブル優勝の快挙を果たされました。私も拝見しておりましたけれども、軍団の皆様方の日頃の並々ならぬご尽力ご努力、そして訓練に新人なる敬意を表しますとともに、地域防災力の中核として昼夜を問わずご尽力いただいておりますことに改めまして深く感謝申し上げ敬意を表する次第であります。加えてですね、また嬉しい話でありますけれども、先日開催されました、小学生の甲子園とも呼ばれます第42回全日本学童軟式野球大会の山梨県予選におきまして、ここ山城地区の山城クラブが見事優勝されました。この場をお借りいたしまして心からお祝いを申し上げます。来月行われます全国大会では、日頃の練習の成果を存分に発揮する中で元気いっぱいの大活躍を見せていただきまして、山城甲府の名を、全国に届かせていただければありがたいというふうに思います。お支えいただきます保護者の皆様方、地域の皆様方に重ねて感謝を申し上げる次第でございます。ちょっと前置きが長くなりましたが、おめでたく嬉しい話でございますので、お許しいただきたいと思います。それでは早速、甲府未来ミーティング、コロナ禍における未来に向けたまちづくりと題しまして、若干お時間をいただきましてお話をさせていただきたいと思います。表紙をめくっていただきまして、目次でありますけれども、1、安心コロナ禍の暮らし、2、安全災害に備えた暮らし、3、健康元気な暮らしといたしまして、ここまではそれぞれの現状、市の取り組みについてお話報告をさせていただきます。そして4、連携共同未来に向けてでは、今後の明るい未来に向けたまちづくりについてお話をさせていただきます。では次のページに進んでいただきまして、まず1つ目、安心コロナ禍の暮らしについてであります。新型コロナウイルス感染症は私たちの暮らしを一変させ、今もなお多くの市民の皆様の不安を抱えながら日々の生活を送られていることと思います。そこで本日はコロナの現状と感染対策、市民の皆様の暮らしをお支えする市の事業などを紹介をさせていただきます。資料の1ページをご覧ください。まず甲府市の月別感染者数の状況であります。本市では昨年3月から医療従事者のワクチン接種を開始をし、その後計画的にワクチン接種を進めてきたところであります。本市におきましても全国的な傾向と同じように、今年の1月から感染者が急増し、3月にピークを迎え、4、5、6月は若干減少傾向にございます。こうしたことなどから、最近では人々の行動が以前と比べまして活発となってきたところではありますけれども、ここ数日再び感染者数が非常に急増しております。予断を許さない状況となってきております。県でも対策本部を今日開催され、私どももこのミーティング前4時半頃から甲府の対策本部で甲府市としてどうするのか、市民の皆様までどうお願いをしてくるか等々ですね、議論をしてきたところでございます。2ページをご覧ください。こうした状況下にありましては、
改めて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み、すなわちワクチン接種と感染予防が特に重要であり、どちらにおきましても市民の皆様方のご理解とご協力が必要でございます。3ページをお願いします。ではここで年代別のワクチン接種率を見てみます。左の2回目接種完了者を見ますと、全世代を通じましておおむね8割から9割の方が接種を終えていただいております。続けて右の3回目接種完了者を見てみます。世代が下がるごとに接種率は低下をしており、特に30代、20代では5割を切り、12歳から19歳では3割程度となっております。厚労省、国はワクチンの効果は時間とともに低下をするため、感染拡大防止及び重症化予防の観点からワクチン接種は継続的にしていただける、そんな環境整備をしなければならないというふうに言っております。また海外での接種後の研究によりましても、60歳以上で追加接種を受けた場合と受けなかった場合を比べますと、感染者の数と重症者の数が少なかったとの報告もございます。感染拡大もとより重症化防止のためにも、より多くの接種、多くの方々が接種できるよう、行政といたしましてもしっかりとこれからもサポートしてまいります。今日の感染者数は県で183名、交付が35名ございました。ちょっと心配でありますが、この35名のうち60歳以上はお二人であります。あとはお子さんと、お子さんを持つ家庭の家族の方々の感染でございます。やはりワクチン接種率と相関があるというふうに思っております。また、副反応が低いとされておりますノババックスという新しいワクチンの接種が、これまで、の山梨大学病院以外に、県の大規模接種センターでも始まっております。日程等を市のホームページに掲載しておりますので、忙しくて接種ができていなかった方や副反応で心配だと躊躇をされている方につきましては、ぜひ接種をご検討いただきますようお願い申し上げたいというふうに思います。また皆様の中でもそういった方々にお勧めができましたら、ぜひお願いしたいというふうに思いますので、お願いを申し上げます。4ページのワクチン接種の今後の予定でございますけれども、ここにありますようにそれぞれ接種券を発送済み、または順次発送する予定となっております。接種券をなくしてしまった方につきましても再発行をもちろん行っておりますので、コールセンターまでご連絡いただければと思います。予約方法でありますが、集団接種、総合病院での個別接種を希望される方はオンライン予約またはコールセンターへ、かかりつけのお医者さんに、接種を希望される方は、かかりつけの診療所へ直接ご確認をいただければと思います。そして4回目のワクチン接種につきましても、60歳以上の方と18歳以上で基礎疾患をお持ちの方から始めております。実は私昨日4回目打ちました。ちょっと痛かったんですけど、全く問題なく元気で仕事しております。よろしくお願いいたします。本市といたしましても、国、県と緊密に連携をする中で、今まで以上に安全安心に、そしてできるだけお近くで接種ができますよう進めてまいりますので、引き続きましてのご協力を何卒お願いを申し上げます。5ページをご覧ください。これまでの市の取り組みについて報告をさせていただきます。本市では保健所機能を持った健康支援センターを感染予防、感染拡大防止を図るための公衆衛生の拠点といたしまして、中核市になりましたので、その強みを生かし帰国者接触者相談センターの設置をはじめ、市民の皆様が早期に病院での受診や各種機関での検査をしていただけるよう、専門的な見地から新型コロナウイルス感染症への対応を推進してまいりました。さらには見えないウイルスの猛威に対しまして、感染拡大の防止と対策機能の強化、市民生活への影響の抑制及び経済活動の不安の縮小化、これを柱に据えまして、新型コロナウイルス感染症に関する対応策を約210ほど実施をしてまいりました。6ページをお願いいたします。具体的なコロナ対策の例が出ておりますけれども、感染拡大防止の
防止と対策機能の強化及び市民生活への影響の抑制という観点から、自治会の皆様や消防団の方々、子育て世代など幅広い対象の皆様の支援にとりわけ力を入れてきたところであります。7ページをご覧ください。経済活動の不安の縮小化という視点からも、事業支援金の支給やキャッシュレス決済を活用したキャンペーンなど、地域経済の維持向上に取り組んでまいりました。今後におきましても先行き不透明なコロナの状況や経済情勢などを常に見極める中で適時的確な事業を展開をしてまいります。8ページをご覧ください。皆さん体調不良と喉が痛いとかちょっと熱があるのかなと、そういった時にコロナの感染について心配になったことはないでしょうか。感染かなと感じた際には本市には保健所がございますので24時間対応で感染に不安のある方の相談を受け付けております。ワクチンを接種したいという方につきましてはワクチン接種専用のコールセンターをご用意をさせていただいております。また接種会場へのタクシー代の運賃割引制度もありますし、聴覚や言語障害の方からのファックスでの予約も承っておりますのでよろしくお願い申し上げます。9ページであります。コロナの影響で困っているけれどもどこに相談をしたらよいかわからないという方がいらっしゃいましたら、まずは相談先案内専用ダイヤルにご相談をいただければというふうに思います。相談内容に応じまして職員が適切な窓口におつなぎをしているところでございます。またコロナによって家計が急変した方々に対しましても国の制度では救うことのできない世帯にも本市独自の給付金交付臨時特別給付金プラスをご用意をしております。その他にも住居確保給付金などさまざまな支援メニューがございますので、ご自身のみならずお知り合いやご近所様でお困りの方がいらっしゃいましたらまずは市役所までご連絡をいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。さあここからは2つ目に安全災害に備えた暮らしについてであります。コロナ禍であってもいつ何時起こるかわからないのが自然災害でございます。ここ数年ではゲリラ豪雨や線状降水帯といった言葉をよく耳にするのではないでしょうか。そこで今日はこれまで以上に備える必要性が高まっています豪雨災害への対応につきましてご説明をさせていただきます。10ページをご覧ください。千曲川の氾濫をもたらした令和元年10月の台風19号ではここ甲府市でも市内全域で避難所を開設をしました。さまざまな学び教訓も得ました。また熱海市の土石流災害におきまして、おきましては甲府地区消防本部からも援助隊を派遣をし写真のような救助活動を してまいりました。11ページをご覧ください。近年発生しているこのような豪雨災害を踏まえまして1000年に一度とも言われる大雨を想定した洪水ハザードマップを平成31年に作成をしまして市民の皆様全国配布をさせていただきました。そして昨年久川、蒲田川といった河川が新たにこのハザードマップの対象となり、また国の方での、避難情報について、変更がございましたので今年新たな洪水ハザードマップを作成をいたしまして先日7月号の広報公布とともに各ご家庭に配布をさせていただきました。このハザードマップによる甲府市全体の状況や山城地区の詳しい状況につきまして見ていきたいと思います。12ページをご覧ください。拡大版が次のページとなります。左が甲府市全体、右が山城地区周辺でございます。洪水ハザードマップでは河川が氾濫した際の浸水を水が来ない白い場所から浸水が深くなるにつれて色をだんだん濃く示している一方で山沿いなどの地域では赤と黄色の枠で大雨などによる土砂災害に警戒すべき区域を示しております。甲府市全体では河川が流れる広い範囲で洪水の浸水区域が示されております。南北の山沿いでは土砂災害の警戒区域があり多くの地域で水害による被害を受ける可能性があります。拡大した山城地区のハザードマップをご覧ください。山城地区では
開府500年記念事業の際に作成していただきました私の地域歴史探訪の冊子におきましても水害の歴史を数ページにわたって紹介をいただくなど古くからお住まいの皆様はその危険性を十分承知されていることと思いますが新たに住まわれた方も多い山城地区におきましては改めてそのことを知っていただく必要があるものと考えています山城地区を見ますと全体のほぼ全域がオレンジで塗られている洪水の浸水想定区域が広がっています洪水の危険性は笛吹川や荒川、濁川のほかにも平等川や相川の洪水でも浸水の可能性がありこのハザードマップはこれらの川からの浸水を重ねたものでありますお手元の山城地区のマップの裏側にはそれぞれの川からの浸水の様子もお示しをしていますので川ごとの危険性についてもご確認をお願いします13ページをお願いしますそしてこれらの危険な場所からの避難についてでありますがまずはこのマップでご自宅付近の色や模様を確認してくださいまず笛吹川や荒川沿いなどの網目模様家屋流出の恐れがある地域では洪水によって家屋が倒壊したり地面ごと家屋が崩落する恐れがあるため危険性が高まった時には立ち退き避難が必要でありますまたおおむね南の方へ進むにつれて1階に浸水する薄いオレンジ色から2階に浸水する濃いオレンジ色となりさらに色が濃くなっている場所は建物の3階以上にある5メートル以上の浸水が想定されいずれも原則として立ち退き避難が必要であります14ページをご覧くださいそして水害の危険性が高まった際には危険な場所にいる全ての方が避難をする必要があり自ら身を守る避難行動が重要でありますコロナ禍においては感染防止の観点からも自ら避難先を検討する必要もあります水害の発生が予想されるときには避難所に避難することだけではなくこちらの図のように安全な場所にあるご親戚や友人が高い建物などに避難することが考えられます3メートル未満の浸水の場合には自宅の2階で安全を確保することや集合住宅の2階以上の場合にそのまま自宅待機することも避難になりますただご自宅では水が引くまでの間を過ごすための備蓄をしていることが必要であります本市におきましても民間施設との避難所受け入れの協定を結ぶなど引き続きまして避難先の確保に努めてまいりますので住民の皆様方にも避難先の検討をお願いをいたします15ページをご覧ください避難先や避難行動につきましてあらかじめ整理をしておくためにマイタイムラインの作成を市では推進をしています避難先を決めておくことやここに表でまとめられている避難情報や気象情報などの警戒レベルに応じた行動を整理をしておくことで避難への心構えや避難行動が必要になったときに適切な避難につなげることができますまたお一人お一人の避難先などをあらかじめ決めておきその情報を地域で共有ができますと迅速な避難行動だけでなく避難の支援にもつながりますある自治会では令和元年の台風19号の際に市内で避難指示が発令されたことを受けまして実際に危険性がある区域の住民に避難を促して避難所や知人宅へ避難させるといった素晴らしい取り組みも行われましたこういった取り組みも甲府市全体に広がりますよう研修会の実施などを通じまして呼びかけてまいりたいと考えておりますので今後研修等への参加にぜひご協力をいただければというふうに思います16ページをご覧くださいここまで申し上げてまいりましたような水害の危険性やハザードマップの内容について知っていただきましてご家庭でのマイタイムラインの作成や地域での防災活動につなげていただくための水害避難の地区研修会を今市では開催をしております今年度と来年度の2カ年で全ての地区で実施をしていく予定でありまずはハザードマップに追加されました蒲田川、久川周辺や洪水時の影響が大きいエリアを優先して実施をしてまいります山城地区では9月10日の土曜日にここ山城小学校にて開催を予定をしております
自治会長様や防災リーダーの皆様、避難所運営員の方々、消防団の皆様方など、災害時に地域や避難所で大きな役割を果たしていただく皆様には、ぜひご参加いただけますようお願いをいたします。17ページをご覧ください。本市では災害に関する情報を提供するため、スマートフォンをお持ちの方に甲府市防災アプリというものを配信しています。このアプリでは防災行政用無線の内容を受信できるほか、最寄りの避難場所等を一覧に表示する防災マップや、各ご家庭にお配りをしております我が家の防災マニュアルを閲覧することができます。防災行政用無線、またはテレビ、あるいはラジオなど他の防災情報と合わせまして、災害時はもちろん平常時におきましても防災に関する情報収集などにぜひご活用をしていただければというふうに思います。続いて3つ目に入ります。健康元気な暮らしであります。コロナ禍であっても健康づくりを後回しにすることはできません。コロナの影響で生活が変化をし、これまでと同様の健康づくりが行えていないという方もいらっしゃるかと思います。本日は本市における健康づくりの取り組み等を紹介をさせていただきたいと思います。今後の健康づくりの一助になればというふうに思います。18ページをご覧ください。本市では人、地域、町の健康づくりを推進し、みんなが健康で笑顔が絶えない元気シティ交付を目指し取り組んでおります。平成31年の中核市への移行に伴いまして、保健所機能と、保健センター機能を合わせ持つ健康支援センターを設置をいたしました。そして令和元年9月には健康都市宣言を行い、町の元気の源となる市民の皆様方の健康づくりに鋭意取り組んでいるところであります。19ページをご覧ください。健康都市宣言であります。この5項目を5つの柱と添え、宣言をさせていただきました。今日はこの5つの柱に沿いまして主な取り組みを紹介をさせていただきます。20ページお願いします。まず1つ目の柱では、青年期、壮年期、高齢期におけます健康づくりを推進しております。本市ではがん検診をはじめとする市民の皆様の健康状態を測るさまざまな検診を実施するとともに、令和3年度からは皆様に新たに健康づくり活動への参加に対しまして、健康ポイントというものを付与し、ポイントに応じた景品を受け取ることができる健康ポイント事業をスタートいたしました。また今年度から新たに国民健康保険加入者におけます40歳以上の5歳ごとの節目年齢に達する方の検診費用を無料にさせていただきます。市民の皆様とともにさらなる健康寿命の延伸に取り組んでいきたいと思います。21ページをご覧ください。2つ目の柱であります、妊娠期、子育て期の親と乳幼児期の健康づくりを推進をしています。妊婦さんなどお一人お一人に寄り添って相談に応じますマイ保健師制度の導入など、安心して子育てができる環境づくりに努めております。加えまして今年度からは新たにさらに安心して子育てができる環境を整えるため、産前産後ケアのプロであります助産師によります訪問型の産後ケア事業、おうちでホットママケア事業を開始しました。こうした取り組みをぜひ活用していただき、産後の不安を解消し、安心して出産や育児をしていただきたいと思います。また少年期の健康づくりの推進にも引き続きまして力を入れてまいります。昨年オープンをいたしましたお城ランドで存分に遊んでいただきまして、お子様の心と体の健康づくりにつなげていただければというふうに思います。22ページをご覧ください。3つ目の柱でありますが、本日お越しをいただいておりますさまざまな団体の皆様との協働による地域で支え合う健康づくりを推進しております。また昨年度から新たに健康に関する正しい知識や技術を日常生活の中で身近な方に伝え、自分も地域も心も体も健康にする健康リーダー養成講座を始めさせていただきました。健康リーダーとはまさに今直面をしているコロナの影響によるフレイル対策や認知症予防など、地域で健康づくりを
楽しく実践できる具体的な方法を学ぶことができる取り組みであります。23ページをご覧ください。4つ目の柱では、社会全体でお互いの健康を支え合う取り組みを推進しております。健康づくりは大切なことは分かっている、分かっているけれども一人ではなかなか踏み出せない、続かない、多くの方がそのようなお気持ちになったことがあるのではないでしょうか。本市では働く世代の健康づくり講座や、令和3年度からは地域の健康づくりのために積極的に取り組んでいる事業所や団体、個人の表彰を行います健康チャレンジ表彰を実施しております。健康づくりはその方が属する環境に大きく左右されます。会社や地域でその機運が高まれば、会社も地域も健康で明るく楽しい雰囲気に包まれます。ご自身のため、さらには身近な方々のために、お仲間で健康づくりに取り組んでいただきまして、最優秀賞を目指していただければというふうに思います。24ページをご覧ください。5つ目の柱では、難病患者の皆様の医療費助成に加え、各種予防接種、結核などの感染症対策に取り組んでいます。コロナの感染拡大を機に、感染症への関心が高まっていることと思いますが、改めまして予防接種などを通じた健康管理に努めていただきたいと思います。また本市では猫の不妊去勢手術費の補助なども実施をしております。人だけでなく動物の地域の中で生活をしております。今年度は助成額の増額も行うなど、人と動物が幸せに暮らせる街を目指し、さらなる取り組みの強化を図っているところであります。市全体で動物愛護に取り組んでいっておりますので、猫の不妊去勢手術をご検討されている方はご一報いただければというふうに思います。25ページをご覧ください。健康についてのお話の最後に、先ほどご紹介いたしました健康チャレンジ表彰の受賞団体の活動を紹介をさせていただきます。昨年度は団体グループ部門で最優秀賞に住吉地区青少年育成推進協議会家庭部会様が輝きました。この団体では健康教育講話や脳活性化運動、リズム体操、ラジオ体操などの楽しみながらできる健康体操を月4回実施をしております。リズム体操では懐かしの名曲や軽快なテンポの曲など、さまざまなジャンルの曲を取り入れているそうでありまして、参加者からは大好評を得ており、体力づくりだけでなくコミュニケーションの場となっているとのことであります。26ページをご覧ください。次に事業所部門について最優秀賞を受賞されました株式会社早野組様の取り組みを紹介をさせていただきます。早野組様では社員の家族、グループ会社傘下のスポーツ大会の開催やインフルエンザ予防接種費用の全額補助、禁煙外来受診料の全額助成や毎日のラジオ体操など、その充実した多数の取り組みにより最優秀賞に輝きました。なお、その他にも事業所部門といたしまして、ここ山城地区にございます社会保険労務士法人欅コンサルティング家庭部会様、そして高和建設株式会社様を優秀賞として表彰をさせていただきました。27ページをご覧ください。ここ山城地区におきましても、コロナ禍でさまざまな活動の実施が難しい中、制限がある中、グランドゴルフ大会や健康ウォーキングなどを開催し、健康づくりに取り組みながら地域全体、地域の住民の皆様の親睦交流を図っていただきました。食水の皆様には食水だよりの発行はもとより、食育の日キャンペーンにて子どもから高齢者まで幅広い世代に対する啓発活動を実施をしていただき、また生き生きサロンにおいてはラジオ体操や室内ゲーム、手芸など多種多様な活動を通じまして、地域における健康づくりに積極的に取り組んでいただきました。こういった皆様との活動に心から感謝を申し上げます。コロナ禍でも健康づくりを欠かすことはできません。皆様お一人お一人の取り組みもさることながら、こうした地域での活動が健康づくりには特に重要となりますので、引き続きまして本市の取り組みに対するご協力をお願いを申し上げます。最後に4、連携共同未来に向けての話をさせていただきます。
これまではコロナ、災害、健康といった現状についてのお話をさせていただきましたが、ここからは未来の話をさせていただきます。28ページをご覧ください。日本の総人口が減少をする中、本市を含め多くの地方自治体が人口減少の問題を抱えております。平成27年の国勢調査の、結果をもとにした推計によりますと、本市の状況は引き続きまして少子高齢化が進行し、令和27年には総人口が146,591人まで減少する見込みとなっております。29ページをご覧ください。では山城地区ではどうでしょうか。山城地区でも市全体と同様に人口減少が予想されております。平成27年から令和22年にかけて人口は 11% 減少する見込みとなっており、令和22年には人口の約 34% が65歳以上になる見込みであります。しかしながら今後の市や地域におけます取り組み次第では、こうした状況を回避することが可能となります。今まさに地域の特色を生かした未来に向けた魅力ある街づくりに取り組む必要があります。30ページをご覧ください。人口減少、少子高齢化というような話は、を聞きますと少し心配になる方もいらっしゃると思いますけれども、山城地区には他の地域にはない素晴らしい特色がございます。昨年7月に実施いたしました市内1万人を対象としたアンケートでは、山城地区の皆様のお答えからこの地区が住みやすいと感じる理由としまして、買い物など日常生活が便利といった意見に加え、公園が利用しやすい、自然環境が良いといった項目の割合や、新しい人が入りやすいなどの割合が高くなっており、山城地区が自然環境や生活環境に恵まれ、生活利便性に優れた転入者も馴染みやすい地域であることが伺いました。31ページをご覧ください。地図が小さくて見づらいという方は、拡大した資料が次のページにございますので、そちらをご覧ください。山城地区が有する地区の資源といたしましては、子育て世代を中心とした転入により、市内随一の、人口増加地域であり、小瀬スポーツ公園、市立公務病院など大規模な公共施設が立地をしています。また国道20号や平和通り、中央自動車道、新山梨環状道路など主要道路とのアクセスが良く、J リーグのシーズン中は県内外から多くの来訪者がございます。加えて南部にある尾曲町は県内最大級のいちごの里として有名で、観光資源としての面からも非常に大きな価値を有しております。32ページをお願いします。これまでの説明の通り、山城地区にはたくさんの魅力と資源がございます。人口減少、少子高齢化、ライフスタイルや価値観の多様化など、社会情勢は急激に変化をしておりますが、今後も豊かに暮らしていくためには、地域の特色や地域資源を生かし、住民の皆様が何をしたい、あるいは何ができる、どんな街を子どもたちに残したいといった思いを、理想の暮らしや地域のあるべき姿として思い描いていただくことが大切であります。そして皆様で描いた理想の姿に向けまして、公民の連携協働により取り組んでまいりたいと考えております。地域の将来につきまして、今後ご意見を伺う際は、こういう街にしたいという強い思いをお聞かせをいただければというふうに思います。その未来に向けまして、行政私たちも最大限努力をしてまいりたいと考えております。33ページをお願いします。各地区における取り組みを紹介をさせていただきます。伊勢地区ではコロナ禍で高齢者が家に閉じこもりがちである現状を捉えまして、地域でウォーキングマップというものを作成しました。また愛川地区では、愛川地区が抱えている課題を明らかにするため、防災減災あるいは地域の支え合いなど5つのプロジェクトチームが結成されました。こうした新たな取り組みは未来のまちづくりに向けた大きな進化であると感じております。そして山城地区におきましても、交通安全推進事業として地区の安協が中心となり、山城スクールガード隊や青色パトロール隊などによる児童の登下校の見守り等を積極的に行っていただいております。
また近年はコロナの影響もあり、今年もこの開催が見送られておりますが、地区の夏祭りとして納涼盆踊り大会を開催し、地域住民の交流や親睦を大いに図っていただいております。加えて古瀬町に伝わる日本最古の人形芝居といわれ、国の重要無形民族文化財にも指定をされております天寿司の舞の保存継承にも努めていただいているところでございます。こうした活動はまさに地域の未来、本市の未来につながる大切な活動であるというふうに感じております。34ページをご覧ください。地域の皆様方の取り組みと合わせまして本市におきましても市民の皆様の豊かな暮らしに向け様々な事業を展開しております。子どもに関する分野では今年度中に健やか子育て医療費の助成事業を対象者を拡充し、高校3年生までの医療費の無償化無料化を実現してまいります。また家庭において家事や育児なども行い、学業に支障をきたすような子どもいわゆるヤングケアラーへの支援を強化をし、子どもの健やかな成長をさらに推進してまいります。そして安心安全な町づくりに向けまして、地域の暮らしを守っていただいております消防団の皆様方の報酬の見直し等を行いまして、処遇改善による担い手の確保を図ってまいります。さらに高齢者や健康の分野では介護認定の割合が高まります高齢者を対象として、検診受診の案内や各種保険事業の説明、地域特性に合わせた講義などを実施する健康づくり同窓会という新規事業の開催、また血糖値が高い方が多い、血糖値が高い方の割合が多い甲府市の現状を捉えまして、管理栄養士などの医療専門職がご自宅を訪問させていただき、栄養指導や相談支援を行います3ヶ月血糖チャレンジ事業などを今年度実施をしてまいります。なお山城地区におきましても健康づくり同窓会を開催をいたします。日程が決まり次第、この対象者であります今年度75歳となる方々に個別に通知をお送りをさせていただきますので、ぜひご参加をしていただきますようお願いをいたします。35ページをご覧ください。さらに産業の分野におきましては、コロナ禍で打撃を受けました地域経済の立て直しに向けまして、甲府城周辺の整備に取り組み、中心市街地の活性化などを図るとともに、宝石の町甲府としての輝きを国内外に発信するため、工房体験や市内周遊を行います。ジュエリーツーリズムを新たに実施し、販路拡大による地場産業の活性化に取り組みます。また本市には先月3年ぶりに開催されました緑化祭りや小江戸甲府の夏祭り、甲府大好き祭り、発酵マルシェなど四季折々の魅力あふれる集客イベント、お祭りが多数あります。こうしたイベントの魅力を最大限に生かし、にぎわいの創出にも取り組んでまいりたいと考えております。また誰一人取り残さない社会の実現を目指す世界的な取り組みであります SDGs の視点を本市のさまざまな事業の推進に生かし、誰もがより豊かで持続的な社会の構築を目指してまいります。36ページをご覧ください。甲府の南部地域のにあります、市の取り組みを紹介をさせていただきます。有機公園および付属動物園の整備でございます。すでに4月28日に公園部分がリニューアルオープンいたしました。多くの方々にご来園をいただいております。また10月には動物園部分の工事にも着手をさせていただくなど、有機公園および付属動物園が街中のにぎわいの創出や子育て交流の場として、また人にも動物にも優しい施設となるよう計画的に整備を進めてまいりたいと考えております。これまでと同じように、またこれまで以上に多くの方々に愛される施設として生まれ変わる予定でございますので、楽しみにお待ちいただければというふうに思います。37ページをお願いいたします。最後に山城地区での本市の取り組みにつきましてご報告をさせていただきます。今年度の主な事業につきましては、先ほど消防団の皆様の処遇改善の話もございましたが、山城分団第5部東下城小型動力ポンプ掲載車の更新をさせていただき、地域防災力の維持向上を図ってまいります。
また放課後児童クラブの環境の向上を図るため、山城小学校放課後児童クラブの空調設備の入れ替えを行うとともに、通学路のグリーン塗装による交通安全対策工事を実施することにより、子どもたちをはじめ地域の安全安心な暮らしづくりに取り組んでまいりたいと考えております。今後におきましても、地域におきましてお気づきの点がございましたら、何なりと市役所にお話をいただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。38ページをご覧ください。私には甲府の明るい未来づくりに向けまして強い信念がございます。それは、まちづくりは未来づくり、未来づくりは人づくりという思いであります。多くの皆様、市民の皆様にご参加をいただきました甲府開府500年記念事業は、この信念を常に思い描きながら事業の展開を図ってまいりました。居住する地域の歴史や文化を再認識していただくため、私の地域歴史探訪事業や甲府ラーニングスピーチ事業を実施をいたしました。こうした取り組みを通じまして、若者から高齢者まで多くの市民の皆様のところに甲府市民である誇り、すなわちシビックプライドと郷土愛が育まれ、甲府の未来づくりに向けた大切な一歩を踏み出すことができたと感じております。39ページをお願いします。また、子どものたくましい成長なくして本市の未来はありません。そこで、本市の未来を担う子どもたちに夢を持つことの素晴らしさや挑戦をし続けることの大切さなどを伝える機会といたしまして、甲府ドリームキャンパス事業を実施いたしました。甲府大使の皆様と本市にゆかりのある方を夢の先生にお迎えをし、甲府市内の小中学生に夢を持つことや夢に向かって努力することの大切さ、素晴らしさを伝えていただき、参加した子どもたちからは自分を信じて夢を諦めずに前に進みますといった声が聞かれるなど、子どもたちが未来を築いていくための機会を創出できたものと感じております。40ページをご覧ください。最後になりますけれども、私は人と町を育み、それを未来、次の世代に引き継ぐことが今の私たちの使命であるというふうに感じております。甲府開府500年記念事業での取り組みで深まりました甲府への愛着と誇り、これは未来に向けた原動力になります。この原動力をさらに高め、市民の皆様と共に本市の明るい未来に向け力強く進んでまいりたいと考えておりますので、今後とも市政の推進に対しましてご理解とご協力を賜りたいというふうに存じます。本日はご清聴誠にありがとうございました。